私個人的な意見は別にどこかあの海外がとかじゃなくて日本のために来てるだけだと思うから私はいいと思いますけど。戦争って、まあ、過去のことなのでそこにこだわらなくてもいいんじゃないかなっていうのは思います。まあでも批判って言いますか、他の国からですね、まあ、特にアジアの中国や韓国から非難があるっていうことは確かですし、まあ、政治家として国をまあ、その背負ってるっていう立場ですと、まあ、来るのは難しいのかなと思いますけど、今安倍さんは一応、ね、総理大臣も降りられましたので、まあ、それは適切じゃないのかなと思いますけども。それは海外のリレーションというより個人がどう考えるかにしたいと思っているので、まあ、海外はあんまり関係ないと思うけども、個人がもし個人安倍総理や菅首相なりがもし、個人の考えとしてそれで海外とのリレーションシップが悪くなるのであればそれはしょうがないかなと思っています。あくまで参拝って心の問題だから、心の中で、ありがとうっていう気持ちがもしあるのであればそれで十分だと思います。